おはようございます。今日はトイレから、配信してます。なんか僕の部屋が使われているのでトイレから配信してます。他の部屋が汚すぎて、ダメで、今日はもうお昼ですね。子供とちょっとサッカーして戻ってきて、午後からサウナランド下北沢に行って、スポンサーしてくれたオンデイズの、サウナメガネを、プロモーションする動画に出演してきます。なんかサウナメガネジーンズとかも出して、いい感じなのかわかんないですけど、需要をそんなに出すほど需要があるんですかねって思うんですけど、そんな部分であるんでしょうね。そんな感じで、昨日は大阪から、帰ってきまして、長男のピアノの発表会というやつに出まして、めちゃめちゃなんか緊張して泥棒のようなこう動きになってました。でなんかこの前編集者の先輩の佐渡島さんがブログかなんかで、才能より経験が大事みたいな話してたんだけど、本当にそう思って、というのはそのブログにも同じこと書いて、本当そう、僕もそうだなと思ったんだけど、僕ってマジで全く人前で話すの緊張しないんですよ。たとえ日本武道館で話してくださいって言われても、まあ一人で1時間とか話すことがないけど、まあ少なくとも緊張はしないですね。うん、トークイベントとかだともちろん緊張しないし、でもともとじゃあ僕が緊張しない人かっていうとそんなこともないんだけど、記憶ってすごい書き換えられるんで、僕ってもともと人前で話すのが得意で緊張しないんじゃないかって勝手に思い込んでたんだけど、ある日会社のデスクを掃除してた時に、なんかすごい昔、それこそオンラインサロン始めたばっかの時、オンラインサロンとかで人前で話すじゃないですか。それで何を話そうかびっしり書いたメモが出てきて、すっかり忘れてた過去なんだけど、それを見て俺も最初は緊張してたしめっちゃ準備してたんだって思って、でそっからいろんなトークイベントとか出まくって、ほぼ毎週、まあ、週 2,3 ぐらい出るぐらいな、時期もあって、で最初はそれこそメモをしたり何話そうってしてたんだけど、もう週 2,3 になるとあんまそれをやりすぎると、本業というか編集の仕事とかできなくなるって感じて、もうぶっつけ本番でやるようになって、でぶっつけ本番でやると、もうぶっつけ本番でやる能力というか、なんていうんだろう、そういう思考の仕方ができるようになるんですよね。メモがあるとメモを読みながら喋るんだけど、メモがないともう頭の中である種、台本があるというか構成があるみたいな。でそれをやっていく、最初慣れなくてもまあ何も見ないでやれるようになると、まあしまいにはその宗派理じゃないけど、最終的にはむしろ何も考えないでぶっつけ本番で、しかも頭の中で台本とか組み立てをやんないでただ雑談する方が、まあ予定調和じゃなくて新しい話とか新しい、切り口にができて面白いみたいな、まあそれは人と役割によるんだけど、まあそういうのができるようになっていくと。でそのしまいには、まあ、テレビだとかネット番組とか、いろんな YouTube 出て、しまいにはもうなんつうか、そのまあまあその先に何万人いようが何も考えなくなるみたいな、ことがあって、で結局何かその場数なんですよね。場数に勝る、ものはないと。もう人前に出て話しまくってる数が多いから、結局できるようになると。なんかいろんな人がいろんなこと言うし、伝え方がなんとかとか、
伝え方が大事だとか、伝え方が9割って本があのベストセラーになったりで、プレゼンがどうのとか、当然テクニックはあるし、それは間違ってないと思うんだけど、それら全てひっくるめて場数が大事で、はっきり言って僕より圧倒的に場数が少ないのに、僕より人前で喋るの上手い人ってあんまいないと思う。逆に言うと、僕より圧倒的に場数を踏んでるのに僕の方が上手いとか慣れてるってこともない。結局本当に場数なんだよね。うん。あ、ちょっと言い方あれか、間違えた。言い方を、まあ、要は僕より経験がない人、え、全然話すの上手くないや、要はなんか緊張しますとか言う人っているんだけど、緊張しますとか言う人で僕より経験がある人ってあんまいないと思うの。なんかすごい急に暗くなっちゃった。あ、程度、ちょっと充電が切れそうで低電力モードになっちゃいました。要はまあ全てひっくるめて場数ですよと。それこそ、この前リリース撮影行って、写真撮影とかもなんか新人の、あの僕の後輩の新人でももうないのに、木内くんとか、ね、一応写真撮っといたらって言って撮ったけど、やっぱりまだ緊張というか慣れない、まあ恥ずかしい部分はある。俺も最初写真撮影とめちゃめちゃなんかたどたどしかったけど、もう毎日のように写真撮影あるからもう何も考えないでできるみたいな。全ては経験だなと。時に結局何かっつったら場数を踏むと。で、何かっつったら場数を踏む場に自ら出るっていうことが全てだなと。まあいろんなことが、いろんなチャンスが実は眠ってるんだけど、そこで、ね、恥ずかしいとか、周りにどう思われるか分かんないかとか、失敗したくないとかで、一歩前に出ないと場数は永遠に、増えず、それが40歳になろうと50歳になろうと、年齢が増えたからって別に、慣れたりしないんですよ。ただボケるってことはあって、鈍感になるってことはあっても、経験が増えないと年齢が増えてもしょうがなくて、だから例えば50歳でも40歳でも60歳でも僕より、年上の先輩の人はそういう場数がなかったら人前に来て、人前に出て喋るの多分、恥ずかしいと思うし慣れないと思うけど、例えば10代でもなんかもう若い時からいろんな人の前で喋ってたら全然、僕より慣れるだろうしみたいな。結局年齢より経験で、場数が全てなんで、場数を踏むっていうことで、なんか成長するって何かって言ったら、頑張ることでも何でもなくて、昨日できなかったことができるようにするってことなので、まあなんかそういう今日は新しくこれができるようになったみたいな、ちっちゃいもう 0.1 センチとか、1センチとかの成長を毎日やり続けると、あの5年10年経った時にとんでもなく、差がついてるという、話です。実はあのちょっと意識高いことを喋ってみたら数字が伸びるのかという実験でした。いつもの意識低い投稿が好きな人はごめんなさい。ちょっとタイトルも意識高く、つけてみて8000再生とかいくかなと思うんで、ちょっとやってみます。ありがとうございました。